こんにちは、こんばんは。キャンプの沼りつかり中のサッシでございます。このチャンネルでは人生を日々楽しむをコンセプトに、私の独断と偏見でその時その時で気になるものを情報共有していくチャンネルです。少しでもお役に立てればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。本日ご紹介するのは、前回の動画でもご紹介しました焚き火台。その焚き火台に必ず使う薪、その薪を切るギアのご紹介となります。それはこちら。はい、斧になります。こちらの斧のご紹介です。こちらの斧のレビューと、初挑戦なんですけども、カスタムをしていこうと思っております。こちらの斧はスウェーデンに本社があって300年以上の歴史を誇る由緒正しいそんなこと書いてないな300年以上の歴史を誇るハスクバーナというメーカーの手斧になります。スペックのご紹介です。ブランド名はハスクバーナゼノア、製造番号5976-277-01。 スウェーデンに本社があるんですけども、こちらの斧はドイツで製造されたものです。特徴はヘッドの部分が重量 600g、 総質量は 0.82kg、 全長は 36cm、 柄の材質は耐久性に優れている圧縮材でできています。持ち手には森などで視認性を高めるために柄をオレンジ色に塗装、キャンプや庭仕事に最適とされています。合革のブレードカバーがついていて、とてもリーズナブルで万能な斧になります。それではカスタムの方やっていこうと思うんですけども、一つ目はこの柄の部分にオイルを塗って質感を変える。二つ目はここにパラコードっていうのを巻いてネックガードで個性を出す、この二つをやっていこうと思います。この見た目のカスタムなんですけども、実は斧を長持ちさせるためにはとても大事な作業で、これから先長い間愛着を持って使っていきたいと思っているので、しっかりと、作業の方やっていこうと思います。それではスタート。まずは一つ目のカスタム、オイルを塗るっていう作業なんですけども、オイルを塗ると言っても専用のオイルとかではなくてもね、大丈夫みたいなんです。スーパーなんかで売ってるこのアマニ油、こちらを使っていきます。このアマニ油が柄の木材に染み込んでいい質感になるんですけども、まあ実はそれだけではなくてですね、柄の乾燥を防ぎます。オフシーズンは空気が乾燥しているので、木材に含まれる水分が抜けて木が収縮してしまいます。そうなると柄にひびが入りやすくて割りやすくなってしまうんですね。乾燥してひびが入ると斧頭がぐらついて斧の部分がすっぽ抜けて怪我する危険もあるので、定期的に塗り込んだ方がいいみたいです。ちょっとこの木にオイルを塗る、しかも普通の食用のオイルを塗るっていうのにはちょっと勇気がいる作業なんですけども、まあ、早速ちょっとやってみたいと思います。まあ、塗り方は至って簡単で、このアマニ油、これを少量全体にこう少し垂らして、で布で拭いていくっていう作業ですね。ちょっとやってみたいと思います。少し垂らしてよっ。これを何度か繰り返すことで、この柄にアマニ油が染み込んで木材の乾燥が抑えられるということです。もう少し垂らしてみようかな。よいしょ。この柄にですね、アマニ油が染み込むと濡れてるようなしっとりとした、質感になるんですけど、表面のこのアマニ油が乾くと手に油が付着することなくベタベタしなくなるということなので、まあ安心してください。ちょっとこの作業ちょっと続けていこうと思います。はい、塗ってから4時間ほど経ちましたので、2回目を、塗ろうかなと思います。さっきと比べてやっぱちょっとこう木に染み込んだなっていう感じはわかるかなと、まあ、ただちょっとカメラだとカメラにそこまで映るかなっていうのはあるんですけど、
まあ今でもそんなベタついてはいないんですけど、しっかり乾けばベタつきもなくなるかなとは思います。それではまたちょっと時間置いて、この後3回目を塗ろうと思います。ハスクバーナー。それでは3回目の塗り込み作業行きたいと思います。一応最後の塗り込みにしようかなと思ってます。カメラでは伝わらないんですけど、いい感じにアマニ油が入って、この絵の木目がですね、だいぶこう浮き上がってきてる感じなんですよね。まあちょっと伝わらないかもしれないんですけど、これ実際見るとだいぶいい感じですね。この後は乾燥させて、一回完成にしたいと思います。これが塗り込みと乾燥を3回ほど繰り返したものになります。どうですかね、分かりますかね。比較映像の方を今出しますので、こちらをどうぞ。こちらがですね、磨く前と磨いた後の映像になるんですけど、左がですねオイル塗布前、右がですねオイル塗布後ですね。多少映像の光の加減とかもあるんですけども、まあ明らかに違うなっていうのが分かると思います。こちらのですねハスクバーナーの斧、またオフシーズンにはですねオイル保護して、これからも大事に使っていこうと思います。それでは次のカスタムに行ってみよう。次のカスタムはパラコードでネックガードを作ります。これはですね、見た目の良さと個性が出ますけども、実はね大切な大事なカスタムになります。こちらのハスクバーナーの絵はですね、ハッシュ材でできてるんですけども、まあ、とても硬くて頑丈な木材なんですけども、薪を割ると割れた薪がこの持ち手の部分にですねヒットして、持ち手が割れることがあります。で、まあ、割れることがなくてもですね、木材がへこんで劣化するっていうことはあるそうなので、ネックガードを巻いて斧の付け根の部分を保護して割れを防止したいと思います。巻き方はいろいろあるみたいですけども、一番オーソドックスな方法で巻いていきます。ネックガードを作るにあたって、今回はオレンジ色のパラコードを購入しました。何種類かパラコードは持ってるんですけども、オレンジ色が好きっていうのとですね、せっかくここの色がねオレンジ色なんで、視認性を高める意味でも同じ配色にしようと思います。巻き方はいろんな YouTuber さんが動画上げてるので詳しくはやらないですけども、とりあえずやってみます。ただ初めてなんで、まあ、うまくいくかわからないですけど、そこは勘弁してください。それではやってきます。ちょっと本当はここをですね、ここの中入れて終わりたいんですけど、ちょっとうまく入らないみたいなので、まあとりあえずこれで、まあ、完成にしようかなと思います。どうでしょう、見た目だいぶ変わったと思うんですけども、結構派手な印象になったかなと。でもここをちゃんと巻いてあるからガードもできるしいいかなと思います。まあ、多分使ってるうちにこのパラコード傷んでくると思うので、次回は違う色で巻いてみるのも楽しみの一つとして、まあいいかなと思います。ハスクバーナーの手斧のカスタムしてみました。今回の動画いかがでしたでしょうか。近々キャンプに行く予定があるので、その時使って動画の方もアップしますので、興味のある方もない方もぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。